はい、どうも。ワインを飲むとすぐに酔ってしまうミストです。はい、というわけで本日はですね、覚醒キャラの発表があったということでね、この度新たに追加される覚醒キャラ3人の紹介とともに、まあ個人的にどんな覚醒ボーナスが付与されるのかというのをね、考察していけたらなというふうに思います。はい、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、先日来ました1人目が神高、2人目が鈴風で、たった今来たキャラが桃屋ですね。はい、まあなんか絶妙なところが来たのかなというふうに、思いましたけども、うん、まあこのキャラたち今ではやっぱり使うのは難しいという状況なので、まあ覚醒でねそれなりのボーナスがつかないと、まあさらに使うことは今後なくなってしまうんでね、まあちょっと大げさに予想していけたらなというふうに思います。はい、ではまずね、この神高とかもこのキャラたちのテーブルの方を見ていきたいと思います。はい、ゲームイズ、はい、神高ですね。まずは神高のテーブルから見ていきましょう。テーブルというか、まあ詳細から見ていきますか。はい、所持コツは奪三振低め、スライダーコツですね。まあこのスライダーコツがアップデートで1回で5までもらえるようになったんで、かなり強力になったのかなと思います。でコンボが鈴本、ちいちゃん、初の日のクイーンバタフライという感じですね。で金徳はドクター K の不確定のマイイベキャラでございます。はい、まあテーブル的にはこんな感じで、まあやる気テーブルのね固有持ちなので、かなり、強いテーブルとなっております。まあ初期評価だけがちょっとネックかなとは思うんですけども、これ PSR ねでお持ちの方であればかなりの強化が期待できるんじゃないかなと思います。固有でタックボナスとスライダーのコツ、うん、ということで、まあ総じてみると PSR50 だとやる気が 150%、 試合経験点が 10%で初期評価60のタックボーナスが固有と相まって 100% かな。でスライダーコツ変化球ボーナス4という感じですかね。まとめると得意練習率アップも 10% あるという感じでございます。まあこっから何を予想しようかなって思ったんですけども、まあやっぱり基礎ボーナーがつくというよりかは、私はこのタックボーナスでさらにタックボーナスの上乗せと練習効果アップ、この2つがつくのかなと予想しております。もうなんか異能みたいな感じで、もタックだけとにかく強いみたいな、うん、基礎ボナはないけどタック、まあもう変化球ポイントをめちゃくちゃ稼ぎやすいみたいなキャラになるんじゃないかなとも予想しております。まあワンチャンのワンチャン、本当になんだろう、上限コントロール上限とかあるかもしんないですけど、でもそれついちゃったら多分相当なぶっ壊れキャラになるんで、うん、もう角田とかね、エクちゃんの枠がなくなるっていうね、ことにもなりかねないんで、まあ、上限はないのかなと、個人的に予想しております。うん。まあ変化キャラなので、基礎ボナーでつくとしたら技術か精神。うん。まあ精神来てくれたらかなり、うん、今んところルシファーと新山口しかいないんでね、まあかなりの強化が見込まれると思うんですけども、まあ無難にタックボナスと練習効果アップなのかなと思っております。はい、では次ですね、鈴風いきましょう。鈴風とかもう使ったことない人ばっかなんじゃないですか。はい、金徳はオリヘンのロゼルージュのマイベイキャラですね。はい、コンボが白い白菜とあります。そちごつがタイピンと玉持ち。はい、でイベキャラのテーブルこんな感じですね。50になると変化球ボーナスが6、ごつイベント率アップが 20%、 初期評価が70、得意練習率アップが 20%、 試合経験点が 10%、 タックボーナスが 80% という感じでございます。まあ結構うん、固有はないんですけど、まとまったテーブルをしてるなという感じですね。試合経験点ボーナスもあるし、うん、初期評価もまあまあ高いし、得意練習アップもあるし、ただ基礎ボーナスが、これ50になんないとつかないんですよね。50になんないとつかないんで、だから、50以外だと結構タックが弱いのかなというふうに感じてしまいますね。はい。で、この鈴風の予想なんですけども、まあこの基礎ボーナスは50からしかつかないということで、まあここでね、鈴風、精神ボーナス来るんじゃないかなと強く予想しております。と、
無難に練習効果、まあ、タックがそこまで強くないんで練習効果アップでカバーできるみたいな感じで来るんじゃないかなと予想しております。うん、まあ、技術ボーナスのキャラはもうたくさんいますからね。はい、まあ、精神ボーナスはそろそろ来てもいいんじゃないかなと予想しております。なので鈴風は練習効果と精神ボーナス、この2つだなと思っております。うん、まあね、ロゼルージュめちゃくちゃかっこいいし打ちづらいんでね、まあロマン投手枠として作りたいなと思ってはいますけども、うん、なかなか鈴風の50とか持ってる方いないんじゃないですかね。はい、まあまあまあ、今回の神高もそうですけど結構薄いところが覚醒したなっていう感じなんでね、うん、まあお持ちの方はぜひね覚醒させてほしいなと、そしてぜひとも私に貸してほしいなと、願うばかりですけどもね。はい、では最後桃屋ですね。まあこれは常設キャラなんで結構持ってる方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ桃屋に関しては別にテーブルは見なくてもいいんだけどね。後イベの金徳がカジバとド根性ですね。コンボが木村美香、カミラ・ミサ、ランスロット・ヤミネゴとね、かなり豊富にありますね。はい。で、固有で、怪我率ダウンの方なので、結構、まあ、使いやすいのかなと思っております。さあ、この桃屋に何がつくのかなという予想したんですけども、まあ、まず1点目、イベント経験点。まあ、これは無難につくとして、まあ、次、上限つかないと、やっぱ、ね、おかしいと思ったんで、桃屋には、カタリク上限、期待していきたいと思います。うん。まあ、ミートはもう死ぬほどいるし、補給はもうレイリーが持ってるから、もう、レイリーで OK ってなっちゃうし、守備に関しても再起で OK ってなってしまう。というところから、まあ、走力か、肩の二択なのではないかな、という結論になり、まあ、走力もね、モネちゃんの唯一無二の、今の、アイデンティティになってるんで、まあ、カタリク上限、セイラがね、持ってきたばっかですけども、まあ、ワンちゃんなんか結構桃屋もなんか筋力っぽいキャラしてるんで、肩力の可能性が高いんじゃないかなというふうに予想しております。うん、てかランスロットヤミネゴコンボあるの初めて知ったんだけど、強いのかな。あ、結構強い、結構強いよヤミネゴは。わー、でも経験点すごい入るね。あれ、ワンちゃん、そうか、投手の方でコントロール上限っていう可能性もあるのか。あーってなるとな、闇のと一緒に使ったのが強そうですね。後イベキャラなんで、今ね、前イベに結構強いキャラが集中してしまってるんですよ。うん、というのも、まあ、闇のもそうだし、まあ、最近来たシュラキバとか、まあ、ルシファー、山口どっちかは今必須ですし、この時点で3人埋まっちゃってるんで、まあ、後イベでコントロール上限とかついてくれたらかなり、うん、今、エクちゃんしかいないんで、それはそれでちょっとありなのかなという気はしてきました。はい、なので、まあ、ちょっと盲点だったんですけど、カタリク上限とコントロール上限のどっちかちょっとこれ期待したいなと思っております。まあスタミナは多分年末に来ると思うんだよな。スタミナの上限キャラはね年末に来るかなと予想してるんで、まあ無難な予想かなと思います。はい、というわけでまとめますと、私の予想、神高タックボーナスと練習効果、鈴風練習効果と精神ボーナスで、桃屋イベント経験点と肩力コントロール上限のどっちかと予想します。はい、まあいつ来るのかな、次のアップデートで来るのかな、まあ楽しみに待ちたいと思います。一応私で言うと桃屋が48で持ってるんで、まあ強かったら覚醒させたいし早く50にしたいなという思いはありますね。はい、というまあお知らせ動画でしたけど、いかがでしたでしょうか。うん、まあ覚醒は毎回ワクワクドキドキするんですけど、結局きらめきが足りなくてできないっていうのがね、まあ、私レベルの課金者でもそう思ってしまうんで、うん、まあ難しいですよね。まあこの覚醒システムのいいところは、無能キャラが出てもきらめきに変われるっていうのがまあいいと思うんで、まあ、コツコツ SR キャラを変えて、まあ、ワンチャン金が出てくれたらいいなみたいなのが溜まったら覚醒させるのがいいかなと思います。まあ、中途半端に覚醒させるくらいなら、ある程度そのマックスにできる見込みを持ちつつ一気にやった方がいいと思うんでね。うん、まあそんな感じですかね、覚醒については。はい、
まあ、あの北斗の拳も来るんで、まあまあまあ、いろいろまだまだ年末に向けてパワープロアプリの勢いは落ちないと思うんで、今多分若干落ちてるけど今若干落ちてて、あんまりサクセスがやってないですけどね。はい、まあ、あのハイスコアチャレンジもね、皆さん忘れないようにやっていきましょうという感じで締めたいと思います。ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。では失礼します。 See you。